マリア・ブランコビチ、全名、イエルナは、最後のボスニア王妃。セルビア先生校、ナザル・ブランコビチの長女で、父の死後の1459年、12歳の時に、ボスニア王子スティエパン・トマシェビチと結婚し、マリアと改名した。スティエパンは、彼女との結婚を通して、セルビア先生校の継承権を獲得し即位したが、数ヶ月後に、オスマン帝国の侵攻を受け、 セルビア先制公国は滅亡した。マリアとスティエパンの夫婦はボスニアへ逃れ、1461年にスティエパンはボスニア王国を継承したが、ここも2年後にオスマン帝国に滅ぼされ、スティエパンは処刑された。マリアはオスマン軍の捕獲の手を逃れ、アドリア海沿岸に亡命した。ベネツィア領、ダルマチャで数年を過ごし、ハンガリーにいたこともあった可能性がある。 その後、スマウン領ギリシアにいるオバマラ・ブランコビチと、カタリナ・ブランコビチのもとに身を寄せた。その後、コンスタンティノープルへ移り、メフメトニセイやバヤジトニセイの被護を受けた。カタリナや、ラグサ共和国、アトスさんの修道院に対する訴訟や詐欺を繰り返し、修道僧たちから悪女と評された。1450年代後半のセルビア先生広告の水坊主。 マリア・ブランコビチは、セルビア先生校、ジュラジ・ブランコビチの息子ラザル・ブランコビチと、モレアス先生校女、エレニ・パレオロギナの間に、おそらく1447年に生まれ、イエレナと名付けられた。後に、ミリツァとイエリーナという二人の妹が生まれた。1456年12月24日、父、ラザルが、セルビア先生校を継いだが、 1458年1月28日に死去した。政権を握った母エレニとラザルの弟スティーパン、ブランコビチは、長女、イエレナを、ボスニア王トマシュの長男スティーパントマシェビチに、嫁がせるべく、ボスニア王国と交渉を始めた。当時セルビア先制公国は、オスマン帝国の侵略を受け、スメデレボ要塞周辺のわずかな土地しか残されていなかったため、 ボスニアとの対オスマン同盟を強化しようという意図があった。1459年のジュナン州にスティエパンとマシェビチがスメデレボに到着し、3月21日に要塞と先制貢献を受け取った。彼とイエレナの婚礼は4月1日に取り行われた。イエレナは神道に合わせてカトリックに改修し、ナオマリアに改めた。 スティーパン・トマシェビチスティーパン・トマシェビチのセルビア統治は極めて短期間に終わった。オスマン帝国のスルタンのメフメト二世は、スティーパンの彼の即位に絡むセルビアとボスニアの協定をオスマン帝国の総資権の侵害とみなした。1459年6月20日、オスマン帝国は抵抗を受けることなくスメデレボを制圧し、残存していたセルビア両全土を併合した。 スティエパンとマリアは、ボスニアへ逃れ、ヤイツへにあった父の宮廷に身を寄せた。この時、マリアは、ブランコビチ家の家宝であった、ルカの聖遺物を持参している。1461年夏にスティエパン・トマシュ王が、死去すると、マリアの夫スティエパン・トマシェビチが、ボスニア王を継承することになった。マリアは、ボスニア王妃となり、全王の妃カタリナ・コサチャイコールコトロマニッチは、 大大号として宮廷から身を引いたと考えられている。しかし、マリアのボスニア王妃としての生活も長続きしなかった。1462年、スティーパン・トマシェビチがオスマン帝国への功能を停止するという命取りになる決断を下し、オスマン帝国の信仰を招いた。ボスニア王族は敵の追撃を逃れるため、命々に隣国のクロアチアや、 ダルマチアなどに分散して逃げようとしたとみられる。王であるスティエパントマシェビチはマリアをルカの生物と共にダルマチアへ送り出した後、オスマン軍に捕らえられ処刑された。結局生き残った王族は王妃マリアと王太号カテリナの二人だけで彼女らは最終的にラグサ共和国に逃げ込んだ。16世紀の年代記者マブロ・オルビにはマリアが アドリア海沿岸へ逃れる途中に、クロアチアの番であるパバオシピランチッチに捕らえられたと書き記しているが、実際には当時パバオ自身が、オスマン帝国の領収となっていたため、この話は不正確だと考えられている。マリアは、オスマン軍から逃れようと急ぐあまり、ルカの生遺物を途中で置き忘れてしまっていた。フランシスコ海の修道士がこれを回収して、ラグサに向かったが、 途中のポリーツェで地元の貴族でマリアの友人でもあったイバニシブラトコビチが捕捉し、マリアの許可なしには通さないと言って妨害した。ラグサ共和国当局は怒って、イバニシに生物を修道士たちに返すよう要求した。7月9日、ラグサ当局は布告を出してマリアにラグサ領の島の一つに逃げ込むことを認めると同時に彼女と交渉を始めた。おそらくは、 彼女に生物の売却を打診するものであった。ベネツィア共和国もマリアの過報である生物に興味を示していた。しかし8月にマリアがきっぱりと拒絶したのでベネツィアは生物の新生性に疑義を呈するという行動に出た。最終的にベネツィアはイ西ニシを代理人としてマリアから生物を購入することに成功した。 後になって、ハンガリー王マーチャー主一世が聖遺物と引き換えに、三位落としを譲るという提案をしてきたことを知った。マリアは、聖遺物を手放したことを後悔し、8月下旬に、イワニシに取り戻してくるよう求めたが、後の祭りだった。ただ、イワニシとマリアは、ベネツィアから返礼を受け、マリアは、スプリト近くのベネディクト会のスティエパン・ポド・ボロビマ、修道院に今日置くことを許された。 この修道院に滞在中、マリアの元をボスニア人やハンガリー人の来客が訪れたが、これがベネツィア当局の疑念を呼んだ。間もなくベネツィア当局はマリアに環境の悪い修道院からしべにくあるいはどこかしらの町に移るよう提案するようにスプリト氏に指示した。これはマリアを永久にベネツィア領から遠ざけるためであった。義母やハンガリー王と異なり、 16歳の元王妃、マリアは、ダルマチアや、ラグサを転々とする間もボスニア王家の世襲権利を主張することを控えていた。マリアのオバマラとカタリナ・ダルマジアを離れた後、おそらくしばらく、ハンガリーで過ごした後、マリアは、最終的に、オスマン帝国領ギリシアに落ち着いた。彼女はおそらく、セレス近くにあった父方のオバマラ・ブランコビッチとカタリナ。 ブランコビチの姉妹の領地に身を寄せた。しかし1476年、マリアとカタリナの間で衝突が起き、マリアがメフメト2世に訴えたことで、カタリナが一時投獄される事態となった。おそらくこの影響で、マリアはオスマン帝国の首都コンスタンティノープルに移り、以降メフメト2世とその後継者、バヤジト2世の庇護を受けて暮らした。 彼女は最も近い親族たちを中傷し陰謀を企み続け、自らの利益となると見れば、手当たり次第に人を告訴するという予定を送った。1484年10月、マリアは大祭祥に接近し、父方の祖父がラグサ共和国に預けた金のうち父に、返還されなかった3分の1を返金するよう、取り計らうように、スルターンに求めた。バヤジとニイは、 ラグサに死者を送り預金を受け取りに行かせたが、ラグサ側はすでに、マリアの父、ラザルに、返金済みであると、返書した。しかしマリアは、消紋にあった父の印の申請性に疑義を呈して、争う姿勢を崩さず、バヤジと2世もこれを支持した。結局ラグサが、バヤジと2世の要求に従ったか否かは定かでないが、実際には、マリアの父や叔父の所管から、 彼女の主張を否定できる証拠が数多く見つかっている。マラが1487年、カタリナが1490年に死去すると、マリアはシャリアに基づき彼女たちの遺産を相続した。さらに彼女は、マラがアトスさんのメギスティスラブラ修道院に依存した、数々の遺婚をも要求した。女子金世のアトスさんにマリア自らが入ることは、できないため、この問題にも、 バヤジと2世が介入し、1492年にマリアは目的の遺本を手に入れた。その後まもなく、マリアはクシロポタモー修道院の僧たちがかつてカタリナの金を盗んだと主張してイスラム法廷に告訴したが、それを証明することはできなかった。1495年頃、マリアはストンスキトリブトをめぐり、またもラグサに対する訴訟を起こした。 ストンスキトリブトとはかつてラグサ共和国が、ステファン・ウロシュ四世、ルシャン以降のセルビアの君主に支払っていた、功能金を受ける権利のことで、後にはエルサレムの聖大天使、ミカエル・ガブリエル修道院に収められるようになっていた。この修道院が閉鎖された後、マラが、セルビア王家の生き残りとして、これを受け取るようになり、マラの死後はカタリナが管理していた。 マリアは自身がおばたちの正当な継承者であるとしてストンスキ、トリブトの引き継ぎを主張したが、アトスさんのヒランダル修道院やアギウッパブル修道院は、マリアのおばの遺言は正式なものではないとして抵抗した。修道僧たちから率直に悪女と評されたマリアは1500年頃に死去し、結局ヒランダル修道院とアギウッパブル修道院が、ストンスキトリブトを確保した。 マリアはチョルルで死去したとされ、地元の教会に母方のおじマヌエル・パレオロゴスと並んで埋葬されたと考えられている。マリアが起こした数々の法廷闘争や明白な詐欺を、なぜスルターンたちが強力に支持し続けたのかは分かっていない。彼女の親戚でありマララの元にも短期間身を寄せ、ブランコビチ家と緊密な関係を持っていた歴史家テオドロス・スパンドネスは、 マリアが強力な立場を持っていた理由について、彼女がスイーパーヒーの一人と結婚していたというのも、ボスニアでトルコ人に捕らえられ、無理やり結婚させられたなどとする物語を記しているが、これは明らかに誤りである。ありがとうございます。